60歳カルテットとカラオケで演歌を熱唱。3分後、僕はおばさんと一緒に駅前にあるケンタッキーに入り、彼女の友人たち3人と共にテーブルに座っていた。僕がこれからどうするのかと尋ねると、おばさんは、友達と待ち合わせているけど、あなたも暇なら来ればいい、と誘ってくれたのだ。多分本気ではなかったんだろうけど、僕にしてみればこれも成り行き。こうしてお邪魔することになったというわけだ。しかし清江さん、彼女の名前の友人たちは全く抵抗なく僕を歓迎し、コーヒーまでおごってくれた。それというのも、彼女たちが平均60歳ぐらいでナンパもへったくれもない年代だったからだろうし、清江さん同様みんな明るい人たちだからだろう。彼女たち4人はどこかのカルチャーセンターの仲間だったようで、今日はみんなでカラオケに行く約束をしているという。旦那の晩飯は作らなくていいのかと尋ねると、たまには羽を伸ばさなきゃと陽気に笑ったなんてことを書いていると、まるで僕が会話をリードしているように思うかもしれないけど、実際はまるで違う。彼女たち4人は僕などいないかのように最初から盛り上がっており、時々思い出したように自分たちの関係やなんかを説明してくれるのである。清江さんは派手ですよね。地下鉄で目の前に立たれた時はびっくりしましたよ。こんな僕の一言で各自のファッションの好みの話になり、10分間は盛り上がる。まあうるさいことはうるさいんだが、その様子は少し可愛い。今時の60歳、実にパワフルだ。ところで、あなた奥さんいるの？はあ、いますよ。子供はいませんが。それ正解よ。子供なんて自分の思うようには育たないんだから。これで15分、子供談義が始まる。清江さんには子供が2人いて、娘は嫁に行き、息子夫婦は仕事の関係で仙台にいるのだそうだ。あら、もうこんな時間、カラオケ行かなくちゃ。あなたも来るわよね。ひとしきり喋った後で清江さんが言った。いや、僕はもう。ケンタッキーを出たら別れようと思っていた僕は、まさかの誘いにうまい断りの文句が浮かばない。何言ってるの、あなた若いんだから歌わなくちゃダメよ。なんという展開、60歳カルテットとカラオケかいな。ここから先は異次元の世界であった。マイク片手に乗りまくり踊りまくる60歳の女たち、熱狂の美空ひばりメドレー。おばさんたちは何曲も何曲も彼女たちの青春の歌を歌った。青い山脈を誰かが歌うともう合唱だ。東京ブギウギもテンションが高い。そしてみんなうまい。一応酒や食べ物も注文はしていたが、あまり手はつけない。彼女たちはとにかく歌いたくて集まっているのだ。ご指名がかかって清江さんと銀座の恋の物語をデュエットすると、おばさんたちがキャーキャー囃し立てる。いつも4人で歌っているので、僕という外部の人間がいる今日は気合の入り方が違うらしい。あなたも何か歌いなさいよ。好きな歌あるでしょ。カラオケに不慣れの僕は困った時いつも歌うチャーの気絶するほど悩ましいで対抗したが、全く受けない。誰も知らないチャーフーてなもんである。ごめんね、歌は下手じゃないのよ。ただ選曲がね、私たちは古いから。演歌と夏メロ大会は延々と続いた。何時まで歌うんですか？一人に聞くと終電までには解散するという。
終電までってことは12時ぐらいか。今はまだ9時過ぎだ。じゃあもう一曲歌ったら帰ります。あら、そう、まだまだこれからなのに。でも奥さん待ってるもんね。何歌うの？僕は絶対にみんなが知っていて、彼女たちがまず歌わない曲を歌おうと思った。函館の人にします。これは結構いい選曲だったらしく、清江さんもうんうんとうなずいて笑ってくれた。軽快にイントロが始まると拍手が沸き起こった。一体なぜここでこんな歌を歌う羽目になったのかはもう考えまい。あの親父は今頃家に着き、風呂にでも入っている頃だろうか。できればこの歌はあの人と歌いたかったな。はるばる来たぜ函館。